皆さんこんにちは。違う。皆さんこんにちは。違う。皆さんこんにちは。違う。皆さんこんにちは。そうだ。ということで改めまして。皆さんこんにちは。ジョニーデップです。嘘つけ。早速皆さんびっくりしたでしょう。この亀の量増えすぎでした。アンメンドアップ。あおねんな。前回の最後に作った蜂の養殖場も増やしてみました。これ現実だったら、だな、電子レンジで。てか、ごめん。今日やることは露天掘り進めることと海底神殿攻略していきます。この採掘速度低下の呪いが本当にしんどいよな。一旦帰りまーす。この呪い結構長いので牛の乳絞って呪いを解きます。では前回作った亀のヘルメットで、海底神殿攻略行ってきます。エンチャントとか大丈夫なの？エンチャント効果は最強です。うわ、水中呼吸10秒だけ減らなくて、エンチャでも水中呼吸ついてんのかよ。便利な時代やで。とりあえず到着したので、暗視ポーションの効果付与しましょう。そい。呪いにかかるまでに、壊せるところは壊しちゃいます。牛乳一つしか持ってきてないんだから結構慎重にいけよ。そりゃはい、攻略完了しました。次にトラップも作っていきます。早いな。場所は少しだけ遠いので、ネザーゲートワープで移動します。また例えると東京スカイツリーから東京タワーまでの距離だな。ごめんわからんよな。いや、なんかクソみたいに湧いてるんですけど。これは透明化ポーションとか作らないと大変だよ。ってなっちゃうからな。ということで透明化ポーションを早速作ってきました。マイクラ歴8年ですが、透明化ポーションは装備2つ以上つけていたら気づかれることを初めて知りましたよ。まあ、あいつらもしっかり。ゲンタマ。ついてるし、やっぱ装備つけすぎると気づかれるんだな。本当に気づかれてませんよ、これ。何気に透明化とか、サバイバルで初めて使ったので感激してます。感激したなら言うしかない。透明化ポーションって、ええー、なー。ええー、ぞー。最終的には神殿の水抜きもしようと思ってるのですが、トラップの参考動画の通りにやっていきます。まあ今回は作業量少なめだな。焚き火でガーディアンをカリカリに焼いていくトラップです。魚だから結構美味しそうだね。ガーディアンの塩焼き。まずそう。とりあえずガーディアントラップいい感じに完成しました。あそこで焼けてその下にあるホッパーにアイテムが入る仕組みだね。人間って怖え。海底神殿にあるスポンジ部屋も2部屋あったので、1スタックほどスポンジが集まりました。これはもうマイクラ側から水抜きしてやというメッセージだね。まあさすがに今回のパートで水抜きしたら現実の私がってなっちゃうからね。電子レンジでてか。トラップの成果は30分くらいの放置でこんなに集まりました。シーランタンもこんだけ作ってあるからこれ以上の量だね。すげえよな。シーランタンを作ったのならこれをするしかないということで、床の松明を張り替えていきます。結構めんどくさい作業だな。まあ最終的にこれ床の素材自体石レンガに変えますよ。いやお前それ精神的にじゃねえか。自転車てか。とりあえず露天堀の前に海底神殿の水抜きの準備も進めておきます。これ結構地獄やで。なんとか砂がいっぱいあったので5時間くらいで終わりました。早。ここでいきなりですが影モッドとテクスチャを変えまして、ちょっと爽やかな感じになりました。いやしかも鉄ブロックとか反射してるじゃん。このリアルな感じ素敵やん。鉱石もこんな感じで光っているんですよ。ちなみにこれはダイヤ鉱石だね。後で幸運で回収するのでシルクタッチで回収しておきます。水抜きの方は 5×5 マスにしてスポンジで吸い取っていきます。5マスにしないと水が減っていかないからな。まだ露天掘りは終わっていませんが、先に終わった後のダイヤ回収を見せておきます。ダイヤ鉱石は1スタックと45個だね。これだけでも全然少ない方だから。メンタマビヨーンですよ。それ好きだな。では並べ終わったので取っていきまーす。まあこういうのはだいたい2倍とちょっと増えてるくらいだからだいたい予想はつくけどな。そんなこと言うなよ。すまん。まあこれからいっぱい取っていけばいい。とりあえず露天掘りの結果のダイヤの数だから。でも意外と大量に取れてるかもな。さあそろそろ取り終わりますよ。終わりさあ何個あるかな。結果だけはやめてくれよ。結果は3スタックと46個わっほーい。これで私も石油王です。人生で1回はしてみたかったんですよこれ。お前の人生もっと高みの目標ないのかよ。ちなみにこれは露天掘り風景です。効率5の実力がものすごく発揮されてるね。ここも最終的に上から全部掘り進めますからね。どのくらいの大きさなんだ。三菱のエアコン500個分です。わかんねえよ。というクソもんない冗談は置いておいておいて、 95×95 の大きさです。いやマルチの露天掘りより多いじゃん。それを一人でやるんかい。そうだよ。えらいねー。ちなみにまだ動画では言っていなかったんですが、この範囲を上から下まで全て露天掘りしたら新シリーズの地下で暮らすマインクラフトが始まる感じにしたいんですよ。要するにワールド引き継ぎで新シリーズに移行するってことだな。だから今はそのシリーズの準備段階みたいな感じですな。こんだけ発展したのにシリーズ終わるって嫌でしょ。だから引き継ぎで新シリーズ始めればずっと続けられる。やろー。ということで下の層だけですが終わりました。半ブロックで敷き詰めるのか。いやそれも考えたんだけど、新シリーズのことも考えて石レンガブロックにしてシーランタンを2マスの間隔で置いていこうかなと思います。今松明が置かれているところをシーランタンに変えるんだね。これ結構地獄やで。ちなみに海底神殿の方は今こんな感じなので、少しだけ水抜き作業を進めちゃいましょうか。ちなみにガーディアンの影響でイカスミが大量に浮いています。イカスミは村人でイカスミ一つでエメラルド1個交換できるので、わっほーですよ。いや今の蜂脱走してんじゃねえか。さすがにもう透明化ポーションとか作るの面倒いから覚悟でやってますけど結構痛いんですよこれ。とりあえず 10×60 マスかな。それくらい水抜き終わりました。この最後に松明置いてぶっ壊す作業気持ちいいよな。いつも喋りっぱなしだから5秒くらい動画だけ見せた方がいいかもね。ということでこんな感じに水抜きできました。あとこれを6回くらい同じことすれば完全に神殿の水抜きができるな。でー、ハチちゃんもめっちゃ増やしておきます。殴ったらって考えると恐怖しかないね。今ドアのところにハチちゃんがいるのでガラスぶっ壊して外に出ましょうかね。いやどこでポテト食ってんだよ。多分出てくることはないですが一応早めに締め
なんで？アホ。まあ、キリもいいので今回はここら辺で終わろうと思います。いや、一番大惨事じゃねえか。まあ、また増やせばいいだけだからね。まあ、あと話が変わるのですが、ブースにて新しく2つの商品を追加したので興味のある方は買ってみてはいかがでしょうか。概要欄にリンクがあるのでぜひ。めっちゃ真面目やん。では今回はここまで。最近高評価増えてきて、わほーってマジでなっているので、この調子で高評価をしてくださるとめっちゃ嬉しいです。てか今回お城全然進んでないで。ご視聴ありがとうございました。